どうもうん、はい、ということで今日なんですけど、はい、僕たちカップルね。あ、カップルじゃないです、私たち。ちょっとゆえちゃんがね、はい、テーマパークが好きっていうことで、はい、もう好きですけど、ちょっと今日はね、テーマパークにデートに行こうじゃないかということでね。いいですよ、あなたと行きたくはないんで。テーマ科学である。テーマ科学？テーマパーク。ごめんなさい。はい、まあ一概にテーマパークって言っても、まあいろんな種類あるじゃないですか。はい。うん。その中でなんかりなちゃんここが好きとか。まあ普通に富士急とかですかね。うん、おお、あとアトラクションが次みたいな、ね。あ、いっぱいアトラクションが好きです。なるほどなるほど。はい。まあ僕はディズニーランドとか。好きですけど、まあそう、ちょっとこうなんか世界観がある系の、はいはい、そうですね。今回来たのはちょっとそこの中間かな、中間ってことありますね。まあそう、世界観もありながら、何、うん、まあアトラクションも楽しめるっていうところ。え、そんなところあるんですか。はい、コヤッキースタジオに。何ですかそれ。どこですか、何ですかそれ。テーマパークなんですか。あ、はい、いろいろテーマパークあるじゃん。だからさ、まあありますけど、ディズニーランド、ディズニーシー、はい、富士急ハイランド、うん、ユニバーサルスタジオ、小焼きスタジオ。うん、並ばないと思います。聞いたことないです。どこですか、ここ。何ですか、わかんないけど、いろいろあるみたいなんで、行きましょう。いいんですか、そんな勝手に入って。さあ、ということで、はい、見てよ、もう入り口からすごいよ、ほら。わあ、いろんな。ドドラえもんいる。わかる？これ、左から。左から？うん。月光がですか？あれ？何ですかこれ。そうかな、わかんないね。何、知ってるんだったら教えてくださいよ、答え。とりあえずいっぱいあると。笑ってないで。さあ、で、どん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 進んでいって、ほら、うん、まずはもういろいろ展示されてるからね。あ、ほんと、すごい。そうそうそう、うん、わかる、いろいろキャラクターとか。風神雷神みたいな。あ、待って待って、りなちゃん。何ですか、待って待って。あ、え、声聞いた、声聞いた。ようこそ、コヤッキースタジオへ。コヤッキーさんってこんな感じなんですか。ようこそ、コヤッキースタジオへ。 YouTuber のコヤッキーさん。珍しい、ほら、なかなかね、うん、同じ時間帯に一人しか出てこないって言うしね。あー、そのミッキーみたいな。ようこそ、ゆべった都市伝説の国、コヤッキースタジオへ。この動きしかしない。コヤッキーさんって人間ではないんですか。嬉しい、来てくれたね。会えた。名前はなんていうの。あ、渡辺里奈です。里奈ね、いい名前だね。うわ、今日は僕がこのスタジオを紹介するよ。うわ、ありがとうございます。嬉しい。ちょっと写真撮ってもらえないの。ちょっと待って、話とか通じるの。何これ。あ、いい写真、いい写真。思ってた小焼きさんと違うんですけど。いい写真、違います、ね、ちょっと違います。あ、そうですね、はい。あ、お、小焼きさんっぽい。はい、はい、よかった。じゃあ、早速こっちから。あれ、小焼きさんいなくなっちゃった。ちょっと出てきたの。こちらへご覧ください。それやだ。うわ、すごい。案内してもらえるよ、りなちゃん。いいんですか、小焼きさんが。こちらですね、まずミーティングルームになるんですけども。ミーティングルーム、すごい。はい、入って大丈夫な場所ですか、ここ。はい、ここ大丈夫です。え、ここのミーティングルームで、企画を練ったり、音楽を作ったりします。音楽を作る、あ、すごいですね。すごい。だからここに ギターがあるんですね。そう、ギターがミーティングルームに。すげえ。すごい。会議と音楽の部屋へようこそ。会議と音楽の。すごい、なんか現実的なことを言った。はい。そしてこちら、はい、レコーディングルームです。レコーディングルーム。すごい。入ったことある、りなちゃん。ないですよ、そんなところ。え、これ大丈夫ですか。大丈夫。怖い。ここでパークの音楽を作っていきます。パークの音楽。あ、パークとしてるんですか、ここのこと。確かに BGM ずっと流れてますもんね。あ、え、聞こえないな、私には。すげえ。こちらね、ボーカルとか言いますね、はい、すごっ、はい、あ、防音がすごいですね。そうですね、こんな声って響かないんだ。ここで収録してるんですね。すごいな。いや、なかなかいないじゃん、こんなの入れないから。確かに特別だぞ、うん、ありがとうございます。なんかちょっとレコーディングのなんかちょっと雰囲気だけでも体験させてもらえば。え、いいんですか。体験してください。すみません、失礼します。ちょっとね、これつけてみて。あ、これまで、はい、いいんですか。すみません、素敵。あ、なんか耳つけたみたいな。言ってくださいよ。素敵。ありがとうございます。カチューシャ。こんな奥まった部屋なのにめっちゃいい匂いする。匂いにはこだわってるよ。五感で楽しめるようになっていくんですよね。そうです、うん、はい、あの 4D アトラクションとなっております。アトラクションなんですね、はい、これ。そうです。あ、うん、そうなんだ。ユニバーサルスタジオジャパンだったら、はい、あのセサミストリートの 4D があるんですけども、それと同じようなクッキーの匂いをします。
あ、言われてみればそうですけど、なんでそんなことするんですか。本当にその匂いするし、うんうん、変ですよ小ヤッキーさん。そうですか。はい、ずっと変です。普通になさってください。すいません、緊張しちゃうし、はい、なんかじゃあちょっと次の部屋をちょっと案内しますね。はい、はい、はい、いや似合うなレコーディングルームが。どういう感じですかそれは。あんま分かんない。どういう感じですか。こちらがですね、うん、スタジオになっております。うわすごー白。ここで YouTube の動画とかを撮ったりするんですか。 YouTube の動画撮ります。あ、このカメラとかあって、すげえ。ちょっとここで、まあ、テーマパークとして、ここはテーマパークとしてって Vlog ゾーンなんですね。ああ、はい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 。だから日常のいろんな、趣味グッズっていうのがあるんですね。うんうんうん。そう、僕らの、その趣味でちょっと体験してもらうというアトラクションはここで。わ、何ですかそれ。体験してもらう。いいんですかそんなことして。はい、いいし、アトラクション。じゃあ、ここで Vlog 撮ってるだけですよ。いろいろあるんですね。わ、じゃあこちらの、某宇宙をテーマにした作品と、はい、ヘルメットがあるんで、これをかぶってなりきってみようか。これ、はい、すごいよ、そんな体験。Vlog 撮る時でもこれかぶってないですよね、絶対。かぶってみようか。いやちゃん、これをですか、はい、これかぶる用のやつですか。かぶる用のやつです。これ高そうっすね、これ。意外と高いですね。え、いいんですか、かぶっちゃってこれ、はい、耳がグニャってなるんですけど。いやちゃん、これ、いやちゃん、高いのかぶらせてもらってんだから。なんか湿気がすごいです、こんな何これ。文句ばっか言うじゃない。何ですかこれ、視界も狭くなったし。似合う似合う似合う。何させてんですか。お嬢さん、似合っておりますよ。嬉しくないです、別にこれが似合っても。こんだけ暑いし、あとあんま喋らせないでください。カメラに向かってピース、ピースを。どこですか。ポーズ、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 はい。何の写真ですか。普通にコヤッキーさんとツーショット撮りたいんですけど、何かされてんですか。さあ、どうだったこのアトラクション。暑かったです、めちゃめちゃ。いいね、りなちゃん、いろんな体験させてもらって。いや、いい体験って何、うん、わ、すごい、ほら見て見て、ここ、こちらが都市伝説の場です、うん、ほら、わーわー、すごい、見たことあります、うん、ぜひちょっとこれ座っていただいて。うわ、はい、いいですか、うん、失礼します、はい、うわうわうわ、え、ちょっといや、ちょっと俺の写真撮ろうよ、一緒に。あ、撮ります、写真。お撮りしましょうか。え、いいんですか。なんで小焼きさんに撮らせなきゃいけないの。いいんですか、いいんですか。もちろん。あ、ありがとうございます。小焼きさんもいっぱい撮りたいのに。いやー、ナイスカップルだね。君たちはどこから来たの。カップルだと思われてる、東京から来ました。東京、なんと、まあ近いところから。せっかくあるけど。ナイスカップル。都市伝説ポーズしたい。こういうなんか厄介なキャストさんいるけど。うん、都市伝説ポーズ撮ってみようか。都市ポーズ知らないです。悪魔の数字。6。何それ。リナも6を作ってくれ。リナって呼ばれてる。あ、いい笑顔だ。うん。いや、よかったね、リナちゃん、思い出になって。いやいや、別にそのあなたとのツーショット撮りたくないんですよ。小ヤッキーさんとここに並びたくないですか。普通に。続いて、パイレーツゾーンへようこそ。あ、なんか急に本当にアトラクションっぽいですけど。パイレーツゾーン。た。お。これをじゃあ。え。すごい。この矛を君に授けよう。あ、ありがとうございます。めちゃくちゃでかい、ひなちゃん、それやばいよ、それ。何ですかこれ。こちらはですね、白ひげが使ってるなぎなたの村久保ゆりのレプリカです。はい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 。何言ってるか全然わからない。え、あ、そうか、リナちゃんワンピース12巻までしか読んでないんだ。あ、そうです、はい、ワンピースのやつなんですね、これ、なるほど。売り物じゃないですよね。作りました。作ったんだ、すごい。え、うん、うまっ。こんなポーズ撮ってちょっとカメラに、確かに確かに、うん、こういう感じで、うん、こうですか。ちょっとこうの方にね。あ、でこっちはこうでいい。そう、お、かっこいい、はい、かっこいい。あ、いいいい写真。あ、ありがとうございます。うわ、すごいいいな、これ。これ本当にワクワクしますね。うん、重いんだ、それ。もう持ってたくないです。怖いんで。早く片してください。ありがとうございます。すげー。白ひげの武器だよ、白ひげが使ってる武器。知らないです。読んでくればよかったです。教えてくださいよ、ワンピース読んどけとか、ちゃんと。読んどくんで、私。白ひげ知らない？知らないですよ、白ひげって。誰？どんな役柄とかも分かんない？どんな存在か。え、誰だろう？12巻まで出てきて。
ったってことですか？ってことは知らないですよね。さすがにそうか、うん、じゃあ最後はさっきクッキーのお部屋に行ってお腹が空いたことだろう、うん、あ、まあそんなことないですけど、確かにちょっとクッキーの部屋っていうかあのレコーディングスタジオですよね、はい、お腹が空いたことだろう、うん、そろそろね、なんか食べといた方がね、そんなことないなんですけど、うん、お腹が空いたことだ。あ、これしか言ってこない。はいしか受け付けてないやつですか、これ。うん、いいだろ、ついてきな。はいって言ったことになった。わ、こちらにも、また違うエリアが。ここはオフィスゾーン。すごい。オフィスゾーン。Google じゃないですか。すごい。わ、すごい、ほら。うん、こんにちは。あ、すごい。こう、あ、すごい。すごい。あるイケアで、イケアのじゃないですか、めちゃめちゃ。あ、いいんですか、ありがとうございます。あ、嬉しい。上手、上手だ。上手じゃないですか。上手。あ、で、あ、すごい、いろいろ楽しめてる。うん。すべてのテーマパーク。何してんの？じゃあぜひおかけください。あ、いいんですか。あ、こんにちは、キャストさんでございます。はい、よろしくお願いいたします。すごい大変ですね、作業もしながらキャストもやるなんて。そうだそうだ、はい、彼氏様からですね、事前にデザートのご予約を受けたまわってます。何それ、もうお出ししてよろしいですか？あ、じゃあお願いします、シェフ。はい、かしこまりました。すごい、何今の。え、あ、はい、じゃあチーズケーキ。え、すごい、シェフの方が用意してくださって嬉しい。こちらチーズケーキですね。そうです、もう特製のチーズケーキです。何してもらっちゃってるんですか、本当にずっとそんなお気遣いなさらず。そんな小ヤッキーさん、え、チャンネル登録者数の 差とか計算した方がいいですよ、こういうことやるときには。全然全然。ありがとうございます、うん、嬉しい。いいんですかこれ、うん、うまっ、うまっ。美味しいです。よかった、喜んでくれてよかった、めっちゃ美味しいです。ただこのチーズケーキをだな、完成していないんだ。え、最後チーズケーキを完成させるために一つのスパイスが必要。え、それは愛するものからのあーんによって完成する。うわ、最悪なんですけど。最悪、無茶ぶりキャストだ。そういうメニューっていうことなんだこれ。見せてくれるか、世界観しっかりしてるのかな、あーんして初めて完成するから。あ、別に愛するものではないんですけど大丈夫ですかね。愛するものからのあーんね、うん、スパイス完成しないですよこれ。あーん、小焼きスタジオ。いや、さっきと味同じです、全然別に何も変わってないです。はい。何これ。何してんですか、小屋圭さんずっと。何させてんですか。じゃあチャンスよ。あの、今日あのおでんくんから、はい、スタジオツアーをね、その好きな人と行くから、うん、ちょっとお膳立てしてくれって事前に言われて。え、はい、ちょっと普段はこんなことしないし、やりたくなかったんだけど、やれってよって思う。やってくださったの。何させてるんですか、小ヤッキーさんに。俺も正直こんなにやってくれると思ってなかった。めちゃめちゃおもてなしてくれてる。ありがとうございます。いろいろボケてくださったりして。何させてるんですか、ずっと。いや、そのミッキーみたいに、あ、小ヤッキーいるって言ってやろうと思ったら、うん、もうほんとずっとミッキーみたいにやってくれるから。あの、いつやめていいか分かんなかった。すいません、せっかく小ヤキーさんとコラボしてるのにずっとなんか変な役が、うん、せっかくなのに、本当にすいません。はい、ということで今日はね、小ヤキースタジオ案内していただきました。はい、本当にありがとうございました。はい、ありがとうございます。楽しかったです、めちゃめちゃ。はい、小ヤキー Vlog の方に、はい、ちょっとコラボさせていただいた動画上がってますんで、ぜひ概要欄の方から見てください。はい、いろいろ聞きました、はい、本当に付き合ってるのかなど、はい、ぜひ見てください。小ヤキーさんのおかげで、あの、もう初めてね、うん、僕たちがあの話せたお話とかもあるんで、あ、そうですね、ちょっとぜひあのそちらの赤裸々に語りましたんで、見てほしいです。お願いします。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。